内の安全を追求していきます。昨日まで世界になかったもの、旭化成です。スクープ小学生グランプリ、まず最初のノミネートは僕もね、いまいち分かってないんです。そこでね、スクープ小学生ご本人をお呼びいたしましょう。